CBGK 渋劇は東京都渋谷区道玄坂渋谷プライム6階にある劇場である。客席数242席。東京タートル系列の映画館、シネセゾン渋谷の跡地を改装し2011年7月20日にプレオープン、同9月9日にグランドオープンした劇場である。当劇場と同じフロアにあった旧渋谷ピカデリーを改装したマウントレーニアホールを運営する。 加藤プレジャーグループは、この場所にコンサートホールをオープンさせるつもりであったが、ディスクガレージ社長、中西武雄の、隣が音楽だったらもう一つは、演劇で行きましょうとのアドバイスにより、劇場としてオープンさせることになった。芸能事務所、キューブが初めて劇場運営を手掛ける劇場であり、同事務所に所属する俳優、古田新太が、劇場アドバイザーを務める。また、 同劇場のスーパーマスコット、フルチン・ワフルタがモチーフとなっている。座席数は242席。舞台サイズは間口900センチ、奥行き636センチ、高さ480センチ、舞台高80センチ。ロビー等のアートワークは東学が手掛けた。劇場では演劇公演を軸に展開している。また、他会場のイベントを同時中継する。 パブリックビューイングや CBGK 主部劇からのテレビ中継、ユーストリームなどによるストリーミング性放送なども言っている。プレオープン後初となるイベントとしては、生き物がかりの横浜スタジアムライブのライブビューイングを7月24日に実施。グランドオープン後の落とし公演は、ケラリーのサンドロビッチ作、演出、古田新主演の舞台、奥様お尻をどうぞ。 CBGK 主部劇、プレミアム公演。2013年8月15日より、新生、東京パフォーマンスドールが演劇とライブを融合させた、プレイライブ、一例の公演を開始。2014年10月27日、ビートたけしが、約30年ぶりとなる単独ライブ、たけしが毎週ニュースキャスターの楽屋で、朝ズバ。 なんかで使ったパネルを勝手に拝借して、いたずら書きをしては、ニュースキャスター後の S1 で TBS に来ていた爆笑問題、田中の楽屋にそっと置いていたパネルが溜まったので、テレビでお披露目しようとしたら、どこのつぼ根からも相手されなくて、仕方なく、ライブでお披露目することになった、竹指的、スライドショーなライブを開催。二千十四年十二月、爆笑問題が噴する爆中問題の、 クリスマスライブを開催。12月に BS スカッパーで30分、翌2015年1月にフジテレビワンで1時間放送。2016年6月、かつて渋谷ジャンジャンで開催されていた最優亭炎上主催の新作落語の会、実験落語を実験落語ネオとして復活させ、その後もコンスタントに公演を行っている。ありがとうございます。